上。ソフィー、あまり急ぐと転びますよ。私がプラフタですって。まさかこんな反応が。できる人ができることをやるのが一番。てやよし、頑張っていこう。この剣は切れますよ。本気でいくよ。いつでもいけるよ。それじゃあ行くわよ。不思議な奇跡。あたしの夢は錬金術でみんなを幸せにすることだから。みんな準備はいいよね。行くよ。ソフィーのアトリエ2、不思議な夢の錬金術師、2022年発売。早期特典もお見逃しなく。ご覧あれ。豪華特典付きプレミアムボックス、さらに豪華なスペシャルコレクションボックスも。プレイステーション。